はい、こちら皆さんおなじみのクッキングシミュレーターにですね、テレビ番組に出演するという新しい DLC がやってまいりました。このモードではチャレンジの難易度とアプローチ方法を選択することができます。料理して栄光をつかむことはもちろん、なんと調理器具を取り壊して報酬を得ることもできるんですよ。選択はあなた次第。いや、こっちやん。じゃあもうそんなもうこっちやんけ。じゃあ何のこっちゃ分かってないんで、とりあえずやっていきたいんですけど、星の目標数、おお、星100、高みを目指すね。まあ10でいいや。全然やったことないから何のこっちゃ分かってないので、ほとんどのプレイヤーはチュートリアルをスキップします。ほとんどの人がそのことを後悔します。はい、そうですね。何、すごい音したよ今。何、なんか今銃に弾込めたみたいな音したけど大丈夫か。チャレンジをクリアすると集めた星がたまり、アチーブメントの達成に近づきます。タイマーは画面上部に表示、星のカウンターは画面右上に表示。お皿を料理が乗っていない状態でお客さんに出すか、現在の注文を放棄すると料理を新しく作ることができます。ペナルティなし。へえ。料理以外の手段でも集めることができます。キッチンに隠れていることもありますよ。へえ、なるほどね。だが破壊することにも意義はある。急にどうした、急に怖いのやめろ。ああ、なんということや、お客さん、笑てる。こんなお客さんの笑顔を、ああ、カメラが俺を追ってくる。怖い。なんで誰もおらんねや。怖い。なんや。よし。エビサラダ、トマト、ブルスケッタ添え。オッケー、曲がりしとけ。ほな、まず、お客さんを喜ばせんとあかんわけやな。ん？あ、なるほど。これで、なんかこう、いろいろ、あ、テレビ番組って俺がやってんの？これ。まあ、何のこっちゃ分からんけど、とりあえず、炙っときましょうか。さて、何でしたっけ？はいはい、エビを焼く。天板。天板？あ、ここ？天板ってこれじゃないの？天板。ちょっともう開幕、翻訳ガバガバなんやめてよ。オーブン皿のことかな。だって天板ってテーブルのこの上の板のことでしょ。え、天板に加える、え、前は。じゃあまずエビを。いやでも緊張するな、テレビ出演とか初めてやからな。まずエビを 80g バーン。まあ、ようあることですわ。うちのキッチンは無菌ルームなのでね、床に落ちたエビだって全然へっちゃらですよ。お客さんも笑ってるわ。よし。え、ボールないんやけど。え、ボールすらないの？何ならあんの、ここ。逆に聞くけど。え、ボールないやん。しゃあない、買おうか。ボール、ザル、ボール、プラスチック製のボール、これでええわ。これに、サワークリーム、レモン汁、マスタード、てかなんで音鳴ってないね。なんか鳴らしといてご機嫌なやつ。穏やか。ああ、鳴っちゃった。うるせえ！エビは焼けたやろ。ここに、サワークリーム25。まずサワークリームを入れすぎた。完全に入れすぎた。まあ、ええわ。隠し味。次、レモン汁。レモン汁、これか？よし、これを。5。5。はい、入れすぎた。あ、隠し味や。マスタード。あ、これか？これやな。マスタード5。はい。完璧。マスタード入れすぎたら辛いからね。次、ディル。乾燥ディル。ちょっと待って、もう調味料増えすぎでしょ。これか。調味料今こんだけあんの？これ全部調味料？
まあ、なんかアップデートとかですごい精力的に増えてるからね。で、カイエンペッパーを 4g、 塩3。ラディッシュ？ラディッシュ？ラディッシュ？ラディッシュって？ラディッシュって何？人参でいいの？ラディッシュっていうのがあるの？だって人参は人参って書いてあるの、ほら。なんで人参は人参って訳されてんのに、こっちではラディッシュって書いてあるの？しかもグラム数が違う。なんかラディッシュっていうのが、いや、一応ホースラディッシュはあんねんけど、ホースラディッシュは違うよね、また。人参でいいんかな？レシピが適当すぎて意味わかれへん。はい、どうでしょうか。とりあえずバラバラにしてみました。で、これをプレートを移す、はい、プレートに。プレートは、でかいやつの方がいいんかな。ちょっと大きめのお皿にします。じゃあ、っていうか野菜切りマシーン皿持ち上げれるなってんな、助かるわ。よし、生の人参と玉ねぎに調味料かけて、でもラディッシュと玉ねぎに関しては焼けって書いてないと、冷えた状態で出せ。ブルスケッタ別なんか。なるほど、トマトブルスケッタは別なんやねんな。あー、めんどくせえな、そういうことか。なんかわからない。よしよし、かけた、かけて、でエビを取り出して、あとは割れたな。これはあとは、オリーブオイルとバルサミコ酢、パンを取る、オリーブオイルをかける、ニンニクをかける。あ、なるほどな。もうマフィンでいいやろ、最初から焼いてあるみたいなもんやし。これにオリーブオイルや。お前ら見てるか、これが男の料理じゃ。当店にいらっしゃいましたらいつでも食べられます。完成です。皆さん、これがブルスケッタです。どうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃい。今なんか中身全部今中身ここあ、よかった、届いてた。待てー、これなんや。よし、なるほどな、星がこんなところに。次は何、割れてて見づらいな。すいません、割れてます。で、次はイタリアンホームフライ、きゅうりのサラダ添え。なるほどね。玉ねぎのピースに赤ピーマン、ソーセージ、オッケー。玉ねぎと赤ピーマンと、もうこのな、ピースにすんのすげえ多くないですか。さらにこれをもう一回ぶち込んで、一番細かい感じでしょ。よし、これで、ええ具合ちゃいます。あ、なんかでも美味しそうよ。いいんじゃない。これを、鍋に加える。鍋ね、鍋なんですね。でも確かこの世界、フライパンのことを鍋って呼ぶよな。普通の鍋じゃないよな、このフライパンが鍋なの。フライパンはフライパンでしょうがよ。すましバター100、ニンニク乾燥10、ああ、ドライガーリック、いいですね。もう時間ないから入れちゃいますね。はい、時間ないです。はい、時間ないですよ。で、あ、なんかつくのか、イタリアンフライ。ああ、ごめん、ちょっとそれは無理やわ。イタリアンフライはちょっと諦めてもらって、ソーセージ、胡椒&玉ねぎかけで、胡椒入っとらへんやないかい。胡椒入っとらへんやん。え？大嘘やん。ちょっと。あ、何？胡椒ってもしかして何？どっか別のところ、ないやん。
糖、鉄尾、胡椒混ざらんやん、この料理。大嘘やんけ。やばい、時間がない。やばい、時間がない。時間がない。時間がない。いやーもう出すしかない。出すっけない。出すっけない。行きましょう。行けー！ああ！うわあ！くえー！行けー！赤ピーマン多すぎ、ソーセージ多すぎ、フレッシュ多すぎ。は？レシピ通り作ったっちゅうね。作ったっちゅうね、レシピ通り。というわけで今週のお料理とはこのコーナーは、何がの間違いじゃ、絵が何がの間違いや。まずこれが邪魔やねん、ありえへん、邪魔、遊んでるんじゃないんだよ。ソーセージベーコンエッグマフィン、おーいいやん、普通に好きですよ僕。朝食ポークソーセージを取りましょう。はい、あった、朝食ポークソーセージ、はい、買いました買いました。まさかの成形肉が出てきました。取ってこれを以下で味付け。塩コショウで味付け。オッケー、任せとけ。だから静かやねん、怖いねん。静かなん怖いな。なあ、怖いな。塩 5g。グリルってことはこれでいいのかい？よいしょ。で、タイマーもセットしましょう。80秒間。で、鍋に加えるベーコンを60秒間焼く。 OK。 グリルパンあんねんけどな、これで焼くんかな。よし、まあいいや。ここでベーコンを焼きます。ベーコンさっきあったな、これかな。よし、ベーコン 60g をこれ1分間焼きます。あ、タイマー1個しかないな。で、さらに、天板に加えるイングリッシュマフィン。天板って何やんだから、これか、もしかして。これを60秒間焼く。鍋に卵を割り入れる。そんな作業がいるんや。ベーコンも、感じで火通ってきてますね。どうせこれも裏返さなきゃダメなんでしょって思ったけど、ベーコン薄いから両面に火通ってるな。ちょっと一瞬止めて。で、卵、面白いこと考えるな、君はな。そんなわけないよな。だらい！こうして、ここでこう。よし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 。いったぞ。殻もいった。殻はのーい。殻はいらない。よし、こうして、こうして。よし。で、マフィンもええ感じに。うわ、焼け！あ！ポークソーセージ、あ！火止めんの忘れ、あ！よし！いいぞ。チーズ。卵。ベーコン。そして。何か汚いもの。できましたよ。見てください。これが、ソーセージ、エッグマフィン。食え。食え。まあまあ。評価まあまあ。次はチキントルテリーニスープ。おー、美味しそうこれ。何、すげえうまそう。鶏の胸肉を取る。パプリカ、塩、コショウで味付け。ちょっと待って、もう普通にメニューがめっちゃむずい。何やこの卵の殻、いらんわ。鶏の胸肉を取ります。胸肉は一つだけでいいのかな。 240g で、これにパプリカと塩とコショウで味付け。晴れた空に種をまこう。で、これを鍋に加える。オリーブオイル15。鍋っていうのはこの鍋ね。この鍋を鍋して、どうだ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 。
鍋にオリーブオイルを15ミリリットル、そしてそこに切ってないけどいいんかな、鶏肉ダイレクトに、さらに先ほどカットした、違いますね、違います、これを丸ごとここに、よいしょ、ずれてるね、俺もずれてるなって思ってました、この辺かな、よいしょ。ででかい鍋にチキンブイヨン1リットル、レモン汁20、チキンブイヨンをこれかな、豪快にいきましょう、1リットル、これ空っぽや、捨てます。でレモン汁20、赤ワイン50、赤ワイン、ほう、レモン汁を50、赤ワインを50、なんか美味しそうやぞ、うまそうなんやが。でここに、ローリエとタイム、よし、これを火にかけます、これを30秒茹でます。でああさっきのこれか、これをここにぶち込むと、これをいけー、だいたい出たな、よし、あ、お皿に赤ワインを注いで出します。ちょっと待って、マジでショック。もう、いやいや、やめる俺も。